でそのためにはまず、なぜこのプログラムマネージャー PM になったのかということを伺いたいんですが、えー、どなたからいきましょうかじゃあ、せっかくですから山川さんからいきましょうか。あ,すませんあの えーまあ、先ほども少しあのお話しさせていただいたんですけれどもあのいよいよ脳科学が、まあ、あもしかしたら産業につながるかもしれないでもま,あまだ難しいという状態がありますので,で私自身は実は脳の研究をまあ20年ぐらい前にやっていてでその時は5年間ぐらいしたんですけれどもいやまだまだ脳は早いなっていうとあれですけれども、まあ、研究は面白いけれども、まあ、社会に何か応用するところは難しいなという思いがあってで、まあ、しばらく実は企業の方に勤めにて。 でその時はどちらかで新しい事業をやるとか M&A を仕掛けるとかそういうことをやっていたんですけれどもそうこうして実はちょうど今から10年ぐらい前なんですけども、まあ、日本がまあ必ずしもあまりいい状態ではないということもあってあのその一環で実はあの、まあ、研究というものを少し、まあ、企業ではやるのはやめましょうというのを実は私が減らす側にいたとです経営サイドで減らす側にいたということもあったのでそれもあって実は大学に戻ってきたと。で大学でま,あまた5年間ぐらい実は 二十歳から5年間大学5年間企業その後五5年間また大学にいてでこの前までの5年間実はまた戻って企業にと、まあ、5年間行ったり来たりしていたわけですけれども、まあ、今までですと実はそ,れそういうことをしていると。 あまりふらふらしてるやつだということをよく言われたんですけれども <laughs>、はい、まあおかげさまで世の中が、まあ、イノベーションっていう今まであまりそういうことをしてなかった人間を、まあえー、募集しているということもあってでかつ脳科学もいよいよ始まったとで企業サイドの人たちもいよいよ脳科学って使ってみたいなというふうになってきたのであそれであればこういういわゆるプログラムマネージャーとしてサイエンスをビジネスにとでビジネスの方からサイエンスをもう一度っていうことができるんじゃないかなというふうまので、まあ、応募 させていただき、今<ー>やらせていただいてます。なるほどはい。いやもうキーワードで今回非連続ってね、えー、出てます。もう存在が非連続っていう、えー、そういうこと <laughs> もうバッチリ <laughs> バッチリっていう感じですね。本当ですよね。えー <laughs> ででも面白いですね研究でいろんなところを働きながらもで今のこの PM っていうなんか今聞いてるとてでしょうねこう私たちの,この社会と自分の研究もこう真ん中につなごうってしてるのかなっていうそういうなんかこう意思みたいのが見えるんですがそそれいかがですそうですすうねあの今どうやってチームを作るかということだともあの重なってくると思うんですけれどもやはりその研究者の方はやっぱ研究が非常にまあ大事でそんな中でどうあのまあ自分の研究はどうなるのかっていうのをまあ基本に考えるんですけれども私はその時は実はビジネスマンの顔をして いやもうちょっとこういうふうにしないと産業では使えませんよというふうにまあお話しさせていくとで一方で逆に今度ビジネスの方は何しろ自分のビジネスになればいいという考えをされるのでその時には今度サイエンティストの顔をして「いやいやサイエンスってやっぱそういうもんじゃないんですよ」って言って、まあ、あの立場を分けながらもでも逆にその間うまくつなぐことによって、まあ、それぞれの人にとって本当にやりたい研究ができ、まあ、新しい産業競争力につながればというような動きをまあずっとさせていただいてます。なるほど 宮田さんはいかがです。その、この、なぜ P. M. になったというか。 えーと私はですね、えー、約20年弱企業でバイオ医療系の,あの研究者の,あのど真ん中におりましたそれからあの大学の方に移りましてやっぱりあの医療バイオ系とあと科学とかいろんな異分野融合の接点があったんですけれども産学連携というものをちょうど法人化大学の法人化とともに知財を中心なんですけれども、まあ、そこのマネジメントをするという立場にあのなって大学の教員 的立場でやっておりましたそれで、えー、あの企業の,その目的のためにはもう全部それをあの身を振り絞って全部そっちに合わせるというそういう規律性なものから大学のやっぱり自由な発想でやっぱりいいものが生まれてくるけれどもあのやはり、えー、と一大学だけという言い方変ですけれどもあのやっぱり限界がある部分もあ,のあるなというところでちょうどこのインパクトというのがですね あのまあ日本の中だけでなくあの世界的に見てあの優秀な研究者を集めてというところであのいろんな技術を見てきた経験からインテグレートできてそれを、まあ、マネジメントできるというのは非常にこの2つの,あの経験が生かせるのではないかなというところとあとは、まあ、やあのエントリーしたテーマがやはりあの私が研究者からずっと続けてきていたやっぱり安心安全で 社会に貢献したいという思いが非常に強かったので、まあ、その2つの思いで、えー、と応募するということで、まあ、さいあの選任されたので今頑張っている次第でございます。はい、やっぱりこう、まあ、大学などの研究も、まあ それぞれの大学の気風ですとか雰囲気とかもありますしその研究のしやすさですとかどの程度まで研究できるのかいろいろありますけれども PMA はまたちょっと違う魅力がそこにあったということなわけなんですね。そうですよねあの実は名古屋大学 LED の今年のノールベル賞をもらったあの,あの本当に赤崎先生含め、うん、あの産学連携は赤崎研究記念館というところで,で、ね、仕事をしているんですけれどもそういう本当にいいものは生まれるんですけれども産業化のために やっぱりいろんなエッセンスが必要だというところであの、まあ、名古屋大学は非常にいい大学なんですけれども <laughs> <laughs> まあいろんなところで、まあ、そういうい全部インテグレートしてあの一つの目的に向かってやれるということはあの何か役に立てるのではないかという気がしてならなかったというのがあります。山本さんんははいかがななでですこれなぜここの PM にえっと私はあのあのこれまであの 20年ちょっとの間スタンフォード大学っていうとこで教育に携わっていたんですねメインな仕事は教育で研究も一緒にやるっていうふうな感じでで私たちの研究分野量子工学っていうのはハーバードのロイ・グラウバーって人が1964年に書いた論文があの スタートででその人によって作られた分野なんですで40年経ってノーベル物理学賞取られたんですけどもいつだったかあの食事をしているときに「あのえっと、最近の,あの日本の研究者は何をやってるんだろう」っていうのが「昔ごと最近は見えないよね」みたいなことを言われたときに<ー>あの日本に帰ってなんかあの日本の研究に なんか100%あのコミットするしようかなっていうふうに、まあ、思ったタイミングがちょうどこのインパクトが立ち上がってくるタイミングで,あ<ー>で、まあ、夢を共有しさっきのちょっと紹介した夢を共有する人が7人いるんですけど。 あの自分たちで勝手に七人の侍と言ってるんですが、そこ <laughs> から映画のタイトルみたいな。で、誰がなってもよかったんですけども、ええ、まあ、あの最年長の人間がなれというので、私があの一応だったという。<laughs> <laughs> それだけではないと思いますけれども。ああ、でもそ、そうなでも、海外の今目線というのはちょっと入ってきましたけれども。そういうふうに言われたら、ちょっとやっぱり日本のこの研究者としては、ややショックなとこありますよね。どうぞマイクを使っていただいて。そうですね。あのー。 昔あの、日本の,あの基礎研究とか、まあ、応用研究も含めて非常にあの強かった時代があっただけにかそういうふうに言われるとやっぱりちょっと寂しくって帰るタイミングかななと思いましたあそうんでもね、今夢の実現という話もありましたけれどもこの今、お話を伺ったお三方というのはその研究者としての側面をお持ちの方ですよね。で あとこうお2人なんですけれども、ちょっとこう出身、出どころというのが違うというか、ですね鈴木さんは企業の役員でいらっしゃったんですよね、はい、あの自動車業界で,です、ね、主にものづくりをけん引してた役目をしてましたねえでそういうお立場で、なぜこの PM というえとです、ね、4年前にです、ね、実は私どものテーマはあの大学発ベンチャーが開発されてて。 でもちろん研究レベルはすごい高いですし、あのものも作ってです、ね、やってたわけですけれども、いざこれを今後、事業化っていうタイミングにするときには、やっぱりあのものづくり、それとかコスト意識、それから納期管理というのがです、ね、非常にあの、まあ、若干、まだまだの面もありまして、ですねでたまたまあの私、ある方に紹介していただいて、えー、この会社に。 われわれの会社を紹介してここが2つがくっつけばシナジーを起こすとでちょうどそう言ってる時にですね今回あの PM っていうのがあって、まあ、応募したわけですけどもその時あの思ったのはですねあの、まあ、確かにシナジーは起こったんですがやっぱりこの事業って全世界で開発されてるんですよ実はで、まあ、どこもできてないんですねあの一番有名なのはアメリカ軍がもう20年前に開発されてできなかったっていうぐらい、まあ、ある意味すごく難易度が高い。 いいものを彼らだけではやっぱり絶対できないと。うん、まさにあの、まあ今回、あの、ずっと言われてるんですけど。オールジャパンというかですね。日本って、あの、今回我々の技術って。せ、繊維、で回り。バイオ発酵ですね。お酒とかお味噌とか。であり、うん、それからあのエンジニアリング。というこういう技術の結集になりますんで。あの、まあ、まずは私どもが今あの。参画させていただきましたけど。まあ、うん、もうこれからピ、あの、このインパクトというスキームの中でですね。 えー、みんなを今かき集めてる段階でごもね。じゃ、そうなると、こう、もう。誰もまだ実現していない。はい、で、しかも、こう、オールジャパンってできそうだ。なんか、その辺に、やっぱ、魅力を感じたんです。んそうですね。あの、私、会社辞めましたんで。はあ、あの、もう、ここにあ。あの、戻らない。もう。片道切符で、これをやり遂げようということで。格好の上で、やってます。えー、いや、為末さん、その格好、いかがですか?。<laughs> いや。 でもあの僕今ずっとイメージしてたのは7人制ラグビーっていうのはオリンピックに入ったんですねで入るとですねこれが普通のラグビーよりスペースがあるからあの普通のラグビー選手じゃあ体が大きすぎてダメだっていうので足が速いやつがいいっていうのででもボールを上に投げる瞬間もあるんでバスケットがいいっていうのでつまり7人制ラグビーで金メダル取るぞって目標をやったら本来仲間じゃない人たちが仲間にならなきゃいけなかったんですけどやっぱああいうこう。 これだっていうのを誰か決める人がいると、あの仲間じゃない人も仲間になるってコンセプトになるんじゃないかと思うんですよね。それがすごくこの、でもそれって選手の側から7人セレブってやっぱなかなか出てこないんでやっぱ誰かがガツンって。 えー、最初にぶち上げないといけないんですけどそういう役割を、まあ、監督ですねスポーツでいくとその新しい競技を作る監督みたいな役割をされるのかなと思って,聞いてま確かにそうです、ね、監督みたいな立場でそれがまた先ほどありましたが非連続という形でどーんとこう出てくるっていうこと度すう だから今からスタートする目標ともう目標からスタートする今って全然違うんですね、やっぱりとにかく金メダルだからスタートするとあの本来、仲間じゃないのそんなちっちゃいこと言ってるんじゃないよって話になるわけですよね、今からスタートすると仲間じゃないように思えたりす、だからそのやっぱりとにかく高い目標を立てるとなんかみんなでこれやろうということになってくるそれがすごく重要なんじゃないかなというふうに思いますけどね、えー、伊藤さんはあれなんですよね。あのいわゆるまあ企業のの中での 研究者という立場ですよね。あよかったらマイクを使っていただいてメーカーとかですとあの自分たちのやっているのはこう、まあ、商品になるわけですから、えー、あまりよそに知られたくない非常にこうクローズな環境の中でされますよねでもそういったところからいろんな人たちを巻き込むこの PM になられた一体どうしてだったんですか そうですね、まず一つはですね一番大きいのはこのテーマに魅力を感じたといいますかあのレーザーに取りつかれたというのはどうでしょうか私は20年間ここ20年間はです、ね、ずっとレーザーを使った応用研究をやっていましたその時はあのレーザーが本当に小型化されて使いやすくなったらもっと世界が広がるんだというのはつくづく感じていましたまあ今おっしゃった通りあのまり企業という制約がありますのでなかなかあんまりですね大きくはこういろんなとことおこ付き合いしながらやることはできないんです でそうこうしているうちにですね3年前といいますかまあ4年前できたの装置ができたの4年前ですねさくらというのが兵庫県にできましてああで3年前から私も実はあのこういうふうにも使う機会がありまして使わせていただいたすごい装置でこれは何か世の中が変わるような。 すすごいいもののだというのを実感してですねえこういったものがもし当然あの私の企業でそれをやるわけにはいかないんですけどもこういったものがですね皆さんが使えるようになったら素晴らしいなというふうには思っていたわけです。でたまたまですねまたあのえ大阪大学でですねそれを実現できるような基盤的な技術ですねあのレーザープラズマ加速という技術なんですがそれがかなりできてきてこれを使ったら もしかしかて実現できるんじゃないかというのをですね実は思い始めていたときにインパクトの PM のお話があったということで,すでも今の話を伺っているとみんなに使ってもらいたいというその気持ちがその根底にあって、まあ、企業を飛び出したわけですよね、なかなかの決断ですよね、まあ、決断といえば決断なんですが <laughs>、まあ、あのもう年も年だしですここで皆様に恩返ししなきゃいけないかというふうに思ったところもございます。<laughs> それがねこうどういう日本とか世界を変えるものになったらとんでもない恩返しですけどね <laughs> すごい方向ですよね。もう本当即死と結構いい時間になってきたのであの皆さんにちょっと、ね、伺いたいのは、まあ、それぞれそれぞれの思いがあってこの PM になりましたと、ね、今のこの段階でこうなかなか言うのはちょっと気恥ずかしい部分はあるかもしれませんがそのプログラムマネージャー PM として持っていなきゃいけない資質素質みたいな。 そういったものは何だと思います。まあ実際動き出してちょうど丸一年ぐらいが経つわけですが。この中の経験でも構いませんけれども、そのあたりはいか山本さんいかがです。そうですね。あの。研究者っていうのは、あの過去に。どういう業績があるとか、どういう経験があるとかっていうのは、一切関係ないと思うんですね。あの、その場で。その場所で、その新しく出てきた実験結果なり、計算結果なりを見たときに。 あのそこから何を読み取って次どういう行動に明日何をしなきゃいけないかっていうことがすぐ決められるかどうかっていう<ー>やっぱりそういうあのあのえ一人一人の研究者と差しであの話をした時にスパークをこうその都度出せるっていうかあのそのスパークをフィードバックできるかどうかっていうのがあのいろんなタイプの研究者がいると思うんですけど私は少なくとも、えっと、それしかできないので。 あの新しい結果を持ってきてくれた人に対してあのそれがどういう意味を持っているのかどういう方向に行ったら意味があることになるのかということを、まあ、あの瞬間的にあのやっぱりひらめかないといけないというかうそ,それがあのできていて多分リーダーシップなんだと思うんですけれど。あの一つどなたでも構いあの 目的からスタートする選手と好奇心からスタートする選手がいるんですで好奇心型の選手って大体職人なんですねで外から何か行ってもなんか自分の興味あることだけ突っ走って,て目的型の選手は活動からスタートするんでなんですけど比較的研究者の方って陸上の世界に似てて好奇心型が多い気がするんですけどこういう人たちを束ねるのってなかなか大変なんじゃないかなっていう気もするんですこだわりが要は強いからそこまで来れた人たちだと思うんですけどそういうことってどなたか経験とかあるとか。 一瞬、山川さんの表情がそうだよなみたいな感じの顔になったような気がするんですが,いかがです私自身はあの前ちょっと前までコンサルティングファミリームにもいたこともあるのでビジネスサイドの、まあ、それこそバリバリのビジネスサイドって言った方が多分いいのかでおっしゃる通りでもう。あのえー 多分お隣の山本先生もそうですけどももうすご腕の研究者の方々はもうすごいこともあり非常にもうこだわりが非常におありで逆に言うとただそれをまあ先ほどのお答えにも実は一部なるのかもしれないですが私としてはそれをいかにうまくこう他の可能性とつなげるかでつなぐとこっていうのは多分逆にあのまあ えー、今回も PM に習い方は違うのかもしれないです普通の先生方はあの研究だけをしている先生方にすると、まあ、こだわればいいと思っているところがあるのであの逆に言うと私自身がやらなきゃいけないことやるといいと思うことはそのいかにつなぐかというんですかねそういういう、まあ、本当はこだわりがあるんだけれどもそのこだわりをいかにいいところで、まあえー、使わせていただくかというところをまあば番大事に考えて、まあ、今も動いていてるというとうころですねでも個性的な面々を束ねるのは大変ですよね。 いや逆あの変な言い方ですけども逆に個性があればあるほど普通の人を束ねる方が逆に実は難しかったりするような気もするんですよね。逆にあまりカラーのない方は繋いだところであの量が増えるだけなので<あ>それこそイノベーションというか新しいことってあんまり実は起きないんですけども <laughs> もちろんそれは全然違いすぎて水と油っていんですかね<ー>あのいつまでたって混ざることもありますけれども混ざった時の、まあ、美味しさというか凄さっていうのはやっぱ尋常じゃない ないのかなというふうに思います、えーえー。皆さんもその辺実感あります？ 私のところもあのかなりすごく経験された先生が入っているとか、まあ、構成的なあの研究者いろいろいるんですけれどもあの、まあ、それをすごく意識することは重要なんですけれどももちろんそこから学んで、えーとまあ、私のマネジメントに取り入れることは重要なんですけどあまりにもとらわれすぎてはいけないというところで、まあ、ここ半年1年過ぎたところでやっぱりあの先生方の,その、えー、とすごい 思いいと何をやりたいかっていうその金銭っていうかそこをよく理解してそれでそこと寄り添ってお話ししているうちにやっぱり研究者が気が付かないことっていうのはあの私でもあのある言えることがあるのでまあそういうことでミックスしていくとそのうちにかなりこうお互いがこう かなりあのフレクシブルにお話ができるというそういう段階を熟成してきている最中なのでまだ最後までいけませんけれどもまあそういうことを積み重ねていけばまあ大きなシナリオは共有しているつもりですので方向性をまあ見守らないようにあのまあそこは甘くあの行動してはいけないと思うところなんですけれどもまあそういうところで調整して あのなんとかやっていけるっていう、まあ、ちょっと思いをし始めたところでございますでも少し手応えも感じてきてるっていうことなんで伊藤さんはどうですそのねあのずっと研究、まあ、企業の中での研究っていうところからこういろんな人たちをこう束ねながらやってるわけですけれどもこの辺りであこういった力って求められるのかなって思ったりとかっていうのは何かありました 皆さんあの個性の強い一流の研究者が揃いますのでそれのインタラクションがです、ね、非常に重要だと思っていますあの。やっぱりあの5年間のインパクトのプログラムで1つの分野を進行して新しいものってなかなか出てこないと思うんですねですからあの違う分野の方々がインタラクションして相互作用してです、ねうん、新しい1つのものを作っていくと、まあ、そういった形になればいいかなというふうに私は思っています。うんうんうん 普段からわりと心がけていることっていうのはわりとお互いにしっかり声をかけたりだとかあの話す機会を増やすだとかそういったことっていうのは心がけていらっしゃるんですかそうですすそうね。やはりあのチュームワークがあのやっぱ重要ですのでフェイストゥースとフェースの打ち合わせとかですね、<ー>そういったことはですね、できるだけ多,い多く機会を持ちたいと思っています。ですね、でこの中であの… あ、ごめんなさい。ちょっとお名前間違えてた。佐野さんです。ごめんなさい。ごめんなさい。で、鈴木さんをね。一番最後まで残してしまったのはなぜかって言うとですね。あの、鈴木さんの場合はあれですものね。その企業の役員って立場じゃないですか？はい、で、そうすると割とそこでもプログラムマネージャー的な感じの力も求められるのかな？って思ったりとかするのですが。それと実際の今のこう pm になってみてって、何か違いってあるんですか？えっとですね。やっぱり一番の違いはですね。自動車業界も20何年いたわけですから。 違う分野の方がいてもですねまあなんとなく自分の範疇内なんですよまあ逆に言うとこれ連続しか起きないのかもしれませんで今会う方ですね僕からともうお会いする方みんな非連続というかですね自分と違う世界に住んでた方が多くてですねあのそういう意味であの面白いですしあの特に我々のプロジェクト若手も結構入れてるんですよ若手の技術者も 30, 前30ちょいぐらいの方と当然その 重鎮の,の方も入っていただいてますんでそことの,あのこのシナジーというかですねまあそういう方々から話すと実は私まだ技術的にはわからない部分もあるんですよいっぱいあ,のあるんですがあの非常にあのそういうのをこう引き合わせるとかですねでまああくまで我々自動車業界で A と B を足すと 1+1 が3になるような組み合わせとかですね<ー>そういう感じはあのだからそういう経験はあのできますけども。 ただ、やってることすべて新鮮ですね。そうですかていう感覚なんですね。悩みとかないですかいやいっぱいありますよ。いいいいっっぱぱあありりまますすか悩みっていうかですね、今までと違うんで、いっぱい悩みっていうか。亀沙井さんね、実は皆さんって、実は JST の中で、同じフロアにいらっしゃるんですよね。 で例えばこう PM になられてどうでしょう例えばこう鈴木さんと佐野さんが悩みをこう話したりだとか例えばこう山本さんと山川さんがちょっと話をしたりだとかお互いの PM っていう立場についてそういうことって今まであ,あるんですかされたことありますどうもなさそう <laughs> <laughs> みたいなああのスタートして半年なので、ええ、多分あのどのチームもあの研究体制を構築してあの、うん キックオフしないといけないいいとけ月ですねああ、えー、で走り出したらの、えー、あの,あの隣の人は何を考えてるんだとか、えー、あ,のあそこにはどういう技術があってうちに役に立つのかとかあのそこにマインドが移るんだと思うんですけどもああ今とにかく4年,4年半のプロジェクトの一番大事な時期なのであのまだそこまであの多分ほとんど気が回ってないい思ますもしかしたらこれからなるかもしれませんけどね。いやそうですね でもあ,のあれ自分じゃ自分何て言うんでしょうやってることが他の世界に価値があるかどうかって気づかなかったりしますよねあそれそこっちから使わせてくれるとすごい便利がいいやなんていうのもあ,りあったりしますからねあ<ー>僕はあの陸上だったんですけどあの主婦の方とかが言わせるととにかく何食べてんのかと。 体脂肪が6%だっていうと何食べてるのかっていうその質問ばっかりだったんですがそういう方から見るとあの体の専門家なんですよね、ええ、でも僕はハードルの専門家だって思い込んでたんでだから違う世界の人があの触れるっていうのは自分の知らない可能性に気付くっていう点で、ね、ものすごく重要なんじゃないかと思うんですよね。ほうほうねこののフォーラムも、ね、もしかしかたたらまた皆さんのこう刺激になると ままたた面白いかかななんて思ったりとかしますが、えー、最後の質問にしましょうかねあの皆さん、まあ、これから先、ねえー、一つの大きなタームの中であってこのインパクトを,これを出口戦略としてどこまで自分たちはこうやりたい、まあ、今までの,その研究の中でもこういったことを目指してるってありましたがさらにこう具体的に とりあえずこの5か年でここまでっていうその出口戦略という何か具体的にあれば教えていただきたいなと思うんですがえ佐野さんいかがですそうですすそうねあのレーザーですねまずレーザーについてはですねあの、えー、小型化するというのがあるわけですけれども先ほどの固体レーザーまあ手に乗るぐらいのものまでにしてですねそれをどんどん産業界で使っていくと。そののためにはあの、えーまあ 作ってくれる企業と言いますか製品化しないといけないいいとけけわですね製品化それから場合によってはベンチャーも作る。まる、あ、そこら辺をです、ね、目指していきたいと思っていますあともう一つは液晶茹でしレーザーのものなんですがそれは先ほどの話とちょっと被るんですけれどもあの、えー、小型化のものを小型化するための本当に基盤技術を、えー、もう作るとそれでもし次の機会があればもう人数、えー、においたものができるように準備をしていくと、まあ、そこまで やりたいいなと思っていますあのもしレーザーが出来上がったらあの今回の12人の方のどなたかをサポートする領域とかってあったりしますかい,いろいろあると思いますが、はい、今のあのポリマー関係をやられてる方とか<ー>材料関係は特にです、ね、非常に多いと思いますそ,それからの計測やってる郷田先生とかですねそういったところにも使っていただけるんじゃないかなと思っておりますあの乗り越えなきゃいけない課題克服をしなきゃいけないものって何かあるとすらば一つ何かありますか これは乗り越えないといけないなっていうのは何かあります。ハードルですね。ハードルですよね。まさにハードルは。乗り越えて先にインパクトがあるっていうね。<laughs> そうですね。あの先ほど申し上げてしまったんですが。がやはりあの製品化ど。どういうふうにその将来の姿を描いて、製品として考えていくか、まあ標準化も含めてですね。そこら辺が一番難しいと思っています。まあそこがまあ、ハードルというんでしょうか。それを常々意識してですね。やっていきたいと思っています。さ、ね、鈴木さんはいかがですか。 えと出口戦略の方ででいいですか、うん、あの先ほどちょっとだけお話ししましたけども、あのこれ、生産技術のもともと出身なんで、やっぱりもあの、えー、コストとですね、それから品質ですね、品質っていうのはあの、同じものが同じように出てくるっていうこと、天然でも構造担保してあるんですよ、これ、こうあの実は、えー、全然あの、素材化っていうか、工業化されてないんですね、これ、やっぱり安定してないとかですね、まあ、物性もないっていうのもあるんですけど、ですので、その2つがキーになってきます。うん、で ですから出口っていうのはその2つが兼ね備えたものから出てくる、だから、えー、機能材には最初はちょっと厳しいんじゃないのかなと,、うん、とか、ですねいろいろ今あの、本当にあのその2つがキーになってますんで、アイテムを本当に今、ちょっと間口を広くして、ね、取っていただきながらいろんな方のあーニーズを今、聞いている状況でございます。 じゃあ先ほど民主代さんの話がありましたけれども、一番のハードルはなんでしょうえーっとですねですから、その品質のポイント、それからコストのポイント、それから物性のポイント、実はまだ分かってないんですよ、ん実は。ですので、カと経験でどっちかっていう、かント経験というかね、センスで今までやってきてるんですね。で、まあ、ある程度のものができたんで、できたって、あのまあ、できたんですよ、こんだけは。だけど、結局、それ、再現性が決してあるわけでもなく。 同じもものが出るわけででででなくそこすすねあいろんな研究者の方に入っていただきながら、うん、その両便で,です、ね、やっているととうことで,あのでもあれですよねこの場所でこういうのって言いにくいのかもしれないですけどあのピボットをするとかね進んでみたら違う可能性が見えてきて、はい、出口が変わるとかってありますしねなんかこうこのぐらいの幅で出口を見ておきながらあの探していくっていうのもありそうですしね。さあ宮津さんは出口戦略についていかがですか えと出口としてはまあ必ずあのもう実用化したいという思いが非常に強いわけですけれどもまあそのためにはあの今初期の段階からプロトタイプを作りながらまあ何が測れるかというところをすごい怖い細菌をいきなり測るわけにはいかないのでまああのそれに似たもので測っていくという検証をしながらやっていくわけですけれどもただあの技術が非常に非連続的な部分もありますのでまあどうなるかわからないんですけれどもプロトタイプを作りながらやっていくと。それであの その時にやはり小型なものでウェアラブルなものにつけるとか、まあ、車につけるとか、まあ、そういうところに実装していくだけの好感度であの超迅速に測れるものを作りたいというそういう出口を必ずや実現したいと思っていますー、はい、ハードルはいかがでしょうか。 ハードルは、今の小型はもとより、やはりえと国際標準的に、やっぱりなんていうのかな、世界に認められている方法で、正確で、やはりこういうのは、あの曖昧な情報を出すと、すごく問題があるので、そこを検証しながら、かなりあの盛りだくさんなんですけれども、国際標準というのも初めから見据えて、そういうあの方にも入っていただいても、今一緒にあの見ているところであります。あとはあのユーザーザがあの受け入れやすい,という ユーザーフレンドリーなものにしなくてはいけないので、まあ、日本が物は作ったけれどもあまりということにはならないようにあのやはりその国民目線といいますかそういうところも忘れないでやっていきたいなと思っています,す、ね、さあ山本さんは出口戦略についてはいかがですか。はい、あの具体的なことは今日何もあのあのお話ししなかったんですけどもあの実際にどういうことをやろうとしているかといいますと。あの レーザーとかパラメトリック発信機とかいう光のオシレーターでネットワークを組むっていうのが実際にやることなんですね。でそれをどのぐらいの規模を作ることを4年後の目標にするかっていうことについては大体あの 同じことを狙っている研究グループっていうのがあの、えっと、いまして。 グーグルの研究グループはあの出口は同じなんですけども組み合わせ最適化問題って先ほど言いましたでそれを超伝導の量子回路で作ろうとしているんですねで IBM はシリコンの CMOS ゲートでそれを作ろうとしていて目的は同じなんですけど手段は違ってで我々はまあ光でそれをやろうとしていてで私の考えでは勝負はおそらくコネクティビティっていいますかああいうそういう非常に複雑なネットワークをどうやって張るかっていうそのネットワークを張る技術 が多分勝負どころになっていいるんだと思います。で今はあの決心がついてなくってオールオプティカルでそのネットワークを張るのかあるいはあのデジタル回路に落としてネットワークを張るのかで両方あの、まあ、やってあのい,い方をいつかの時点で選択しようと思ってるんですけどもそれがあのどっちに転ぶかであの4年後にあのおそらく同じところを狙ってくると思うんですけれども。 あのまあ、5000から2万ぐらいのノードの,、えー、とノードの,あのエッジの数といいますかそのコネクションの数にすると1億とか、うん、あの数億とかそういう巨大なグラフをあのどうやって作るのかというあの誰が最初にそこに到達するのかっていうのがすごい予測しにくいのかもしれないですけどそこに到達する誰かが到達するのは何年ぐらいになりそうなんですか何年後ぐらいに。えーうん え、4年以上かかるってことはないと思うんですで、ね、ちょうどこのインパクトだと思いますまさに今ちょうどハードルを今こう何でもハードルでハードルで今日はいこうかなと思いまして <laughs> そういうところなんですねいやなんかドキドキしますねレースの真っ最中ですねじゃあ今あ。そうですねあそっか。さあ山川さんはいかがですか あはい、えっ、ー、と、まあ、一つ具体的な話としては、えー、と先ほど為末さんもおっしゃってましたけれどもいわゆるやっぱりそのストレスがあるとかプレッシャーがかかるとかそれ実は普通の人にもよくよくあることで、まあ、ビジネスパーソンにもあるでしょうし、まあ、そういったところをまあうまくこうまあ えー、皆さんがまあ直せるというか、えー、いい状態に絶えずできるようなことっていうのは、まあ、最初の一つの出口としては非常に考えているとでただそれはあくまでも一つのまあアプリケーションとしての出口なので私自身はもうちょっと広めにインフラとしてというか考えていてそこはまあ何といってもいわゆる脳の情報というか脳を一つはまあ見えるようにするって言いましたそれは簡易に測れるっていうのもそうですし実はそれだけではなくてどっかにある脳の状態を、えーまあえー、といくら思っかもいくら い技術でであっったとしててもも、まあ、他からでも見えるようになってんですようなますねだ誰もが自由にまあ脳の情報を使えるようなまインフラを作りたいとでそれがまあ先ほども言いましたけれどもいわゆるインターネットによっていろんなまあ IT 使った新しいサービスとか商品出ましたけれどもこれからはできれば4年以内にはその脳を使った新しい製品とかサービスが、えー、自分たちが作るだけではなくて作れるような社会インフラですかねを作りたいなというふうに思ってるところですね。はい さあもうセッション1もいい時間になりましたので最後に皆さん、一言ずつもう会場の皆さんにもうこの後どうするんだっていう意気込み、まあ、抱負っていうのを一言だけいただきたいと思います。山川さんから一回見ましょう 今も申しましたけれども、なんといっても、まあ、日本から始める農情報産業というのを作りたいというふうに思ってます。あの多分ここにいらっしゃる皆様におかれましても、まあ、いろんな観点でぜひご一緒いただけるかと思いますので、そういった意味でも、えー、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 の中にに実現するかとといいうことについて、まあ、あのあの世界的な競争が始まっていてあのせっかくチャンスをいただいたので仲間と一緒にあのなんとかあの勝ち切りたいというふうに思っています。はいはい これもアメリカが結構、こういうシステムを作るのはたけてまして、非常に意識してるんですけれども、日本初のこのようなセンシングシステムを必ず情熱を持ってやりきりたいと思っていますので、皆さん、ご支援よろしくお願い,いたします4年後、オリンピックの前までに、ですね構造タンパク質の材料で、世の中に製品を提案したいと思ってます。 提案するという気持ちでやります、えー。あの、皆様と一緒にですね。ぜひ新しい素晴らしいレーザーを作っていきたいと思いますので、ぜひご支援をいただきたいと思います。あの、皆さん一緒にやりましょう。よろしくお願いします。いや、為末さん、もう五人の方に、まずセッションワン、この P. M. というものについて伺いましたが、いかがでしたか。 いやあの本当にすごく面白いなというのと、まあ、細かいところはあまり知識がなくて分からなかったんですけどとにかくあのビジョンを立ち上げるっていうことがすごい重要なんだなっていうのはあの僕らの世界もそうであの結局今から想像したら見れないものをなんか描かなきゃいけない時代なんですよねだからとにかく金メダルだってとこからスタートしてでやっていくっていうのは非常に重要なんじゃないかなっていうのを思いましたしうん、うん、やっぱり。 あのなんか目標があると、僕らも2020って言ったとたんで、急に俺、まだ現役復帰できるかなって、やつ周りに同世代いっぱい出てきたんです、やっぱここだっていうのは決まるとね、あの人って動き出すので、それが非常に大きな効果かなと思いました改めて5人の PM の皆さんに大きな拍手をお願いいたします山川よしのりさん、山本義久さん、宮田玲子さん、鈴木貴音さん、そして佐野祐二さんでしたありがとうございました。 そしてためすいさんにもセッション3でまた登場いただきますありがとうございました